ただいまご紹介いただきました、当一般社団法人の、代表理事を務めさせていただいております藤原でございます。今日はまずは大田区の松原区長様、それから山田経済部長様、このような素晴らしい、ほか区長さんも先ほどご挨拶させていただきましたけれども、この、 デジタル田園都市国家構想応援団としましてはですね、初めてのこのリアルな、大イベントでございます。今日はその初めての場所にふさわしい大田区さんのこの素晴らしいこの羽田イノベーションシティでですね、この会を持てますこと、本当感謝申し上げますとともに、この第1回目の、 誓いをですね、皆さんと共に共有して、デジタル田園都市国家構想をぜひ実現したいということで、最初のメッセージをお話しさせていただきます。まあ、題しまして、頑張る自治体へのイノベーション提案交流会という、頑張る自治体、まさにオタクさんでありますけれども、羽田会合に寄せてというお話をさせていただきます。先ほど、岡田専務理事からお話ありましたように、1ヶ月半前にですね、衆議院議員会館で、このような設立総会を行いまして、当時若宮大臣と、それから応援団長の小錦さん来ていただきまして、大変気合いの入った思考を踏んだスタートラインについたところでございます。で、まあ、ちょっとここで復習ですけれども、日本政府が進めるデジタル田園都市国家構想とはまず何ぞやというのを皆様と共にですね、改めて、認識したいわけですけれども、まあ、とにかく地方の良さを生かして、課題解決をして、デジタルの力でもって、ボトムアップで、そして科学的にですね、政策を打って新しい経済社会を目指すということで、4つの成長戦略となっております。まあ、これは岸田総理もおっしゃってますけども、新しい資本主義ということで、これを実現する成長戦略の最も重要な柱が、このデジタル田園都市国家構想でありまして、4つの、重要な要素がございます。1つはデジタル基盤の整備、人材の育成確保。今日は教育長さんもお見えですけども、人材というのは一番大事な、この社会における資源でありますので、人材をまず育成確保する。それから3つ目に、地方の課題を解決するためのデジタル実装。そして4つ目にですね、誰一人取り残されないための取り組みを。これ SDGs は取り残さないんですけども、このデジタル田園都市国家構想では、取り残されないというですね、もう本当に、ボトムアップといいますか、一人一人の立場に立ってやるということが、心が込められておりまして、この4つの骨子があります。でまず最初にですね、この骨子のデジタル基盤の整備に関しましては、約 5.7 兆円の予算がついておりまして、5G とかデータセンターとか、まあ、こういった、あるいは田園都市スーパーハイウェイと、そして、光ファイバーのユニバーサルサービス化ということで、日本の田園都市国家構想のための情報通信基盤をまず整備するということで、5.7 兆円ということで。で当、応援団としましてはですね、自治体さんがこのようなインフラ整備をするための予算獲得を支援するというのが一つの役割でございます。二つ目の人材確保でありますが、これは2022年度末と今年度末に25万人、24年度、来年度末で45万人と、そして20さらに先ですけども、4年後には2230万人をこのデジタル人材確保するという、こういう大きな目標がありますので、非常に教育というのが重要になってまいります。当一般社団法人としましては、この政府目標を実現するためのですね、自治体のデジタル推進人材確保を支援いたしますというのが2つ目でございます。3つ目は、地方の課題を解決するためのデジタル実装ということで、まあ、とにかく経営人材を国内に100地域展開すると。そして、来年度末までに1000団体、デジタル実装に取り組む地方公共団体を指定するということになっておりまして、まあ、スマートシティとかスーパーシティとか、あるいはキーワードとしては、先ほど山田経済部長もおっしゃってましたけども、中小企業の支援とか、こういったことでございまして、まあ、当団体としましてもですね、このデジ田応援団として、自治体のハブ経営人材確保を支援いたします。ということが3つ目でございます。
4つ目、誰一人取り残されないための取り組みということで、これはまあ総務省を中心にデジタル推進委員という制度を整備しておりまして、今年度末までに全国1万人をまず確保しようということで、まあ、ダイバーシティも含めて女性活躍などもターゲットになっております。と、一般社団法人としましてもですね、この自治体のデジタル推進委員確保を支援するということで、人集め、人探しも先ほど仲間回しという話がありましたけれども、支援するというのが、当一般社団法人デジデン応援団の役割と認識しております。このようなデジタル田園都市国家構想全体まとめますと、4つの骨子があるという話をしましたけれども、デジタルが実装された目指すべき社会の実現に向けてですね、政策をフル活用して取り組みを一層強化、一層加速化するということが求められております。で今後の検討の方向性ですが、まあ、これは岸田総理はじめ、最近おやりの車座対話というんです。こうやって車の輪っか状になって議論すると。まあ、聞く力ということもおっしゃってました。それからもう一つは、ちょっと経営手法を導入しようということで、慈善活動ではないと。ちゃんと、成果出そうという、まあ、よく民間企業で言われる KPI ですね。重要業績評価指標をきちんと決めて、目標を決めて管理していく。まあ、このような方向でもって、デジタル田園都市国家構想は政府は進めてまいりますが、党応援団としてもですね、この、実装に向けて支援していくということを考えております。というようなことでですね、この政府のデジタル田園都市国家構想に対して、党応援団は5つの特徴を持っております。まず、この実現を目指すということで、集うと。そして、ポストコロナの新しい世界像を提示します。そして、デジタル実装を進めます。地域の利便性を高めて、地方と都市の格差解消に努めます。そして、世界とつながる新たな変革の波を起こす具体的なアクションを行ってまいります。ということで、この団体はですね、今日もその第1回目ということでありますけれども、産官学民各界の方々との意見交流、そして競争を目指すためにですね、設立されましたということでございます。で、この政府の構想をですね、実現するために、パートナー参加いただく自治体を全力で支援いたしますということが趣旨でございます。で活動5つございまして、1つ目はまず発信ということで、主にホームページと SNS と、大変頑張ってホームページ作ってますので、ぜひ皆さんご覧いただければと思います。そして、先ほど仲間回しということが、これちょっといただきまして、相互交流をするということでございます。このメンバーはですね、人間力と技術力、どっちか、あるいは両方持ってると思います。人間力、あるいは技術力を持つ活動会員で、応援事業チームを作ります。そしてこのデジデン応援団はですね、デジデン応援事業チームの集合体になりますので、どんどんできてくる。これ、若宮大臣の言葉で言うと、点から面へということでございます。で最後に、当デジデン応援事業チームは、今日も、その兆しが見えておりますが、大田区さんに お邪魔しておりますけれども、大田区さんを応援するようなチームができつつありますけれども、複数の自治体パートナー会員、あるいは住民である個人、法人会員の要望に対応するために組成されてまいります。まあ、ある期間はある地域のためにですね、集中して資源を投入しまして、デジタル技術を使って革新を生んで利便性に富み、そして福祉を向上させて、地域社会で自治体と法人と個人が持続可能性確保のために活動するということを行ってまいります。今日はその、はい1回目ということでございます。まあ、これデジデン応援団はこのようなトランプのマークで書いてるんですけども、一番上にデジデンの構想実現、左側に暮らし、誰一人とではなく、右側に産業、そして SDGs、下に方法論としての科学ということでございます。で左上にデジタル基盤整備、これに対応してです、ね、事業グループがありますし、人材確保にもこのような事業グループがあります。大学とか研究機関。それから右の課題解決のデジタル実装にも SDGs のためのチーム。そして誰一人として取り残さない暮らしからの変革事業グループがあります。ちょっとこれ字がちっちゃいので拡大しますとこうなります。まずはこのパブリック&クリエイターズなチーム。
それから人材に関しましては、サステナビリティとウィズダムのチームということで、人材化。それから地方の課題解決、それからデジタル実装ということに関しましては、このようなイノベーションですね。SDGs とイノベーション、新産業の変革事業チーム。そして、誰一人取り残されないということに関しては、ウェルビーングというキーワードで、暮らしからの変革事業チーム。まあ、ここにはアートとか教育も入ってますので、この大田区さんのホールとか、また使わせていただくこともあろうかと思いますけれども、このようなチーム編成で行ってまいります。で、今日のプログラムですけども、まず最初に産業貿易ということで、4つの企業さん、団体さんからプレゼンテーションをお願いしておりまして、地元特産品のオンラインショップであるとか、自治体向けの副業支援であるとか、LINE を活用した農業人材、メタバースを活用した参加型教育、2つ目は教育、子育て、福祉ということで、ギガスクール端末によるチャット相談、これは全国心理業連合会の皆さん、それから自治体とデジタルネイティブな大学生との競争型のインターンシップをディスコさん、ウェルビーイング DX 関心と、それから学校でのメタバース化ということで、株式会社ビビット、それから有限会社ラウンドテーブル、AI 自動文字、お越し専用端末での聴覚障害者、自動通訳支援ということで、リクテクノロジーさん。3つ目は、まちづくり観光ということで、突破印刷さんからは観光ストリートミュージアムのお話をいただきます。AI 謎解きを活用した地域活性化ということで、クリエイターズネクストさん。DID、デジタル通貨の社会実装ということで、デジタルプラットフォーマー。バーチャル防災ということで、パナソニックビジネスサービス。マップベースの地域振興、情報発信プラットフォームということで、大日本印刷。そして、4つ目、最後、環境エネルギーでは、SDG 推進の参加型合意形成プラットフォームということで、リキタス。SDGs などのオンライン学習ということで、今未来塾さん、資源循環プラットフォームプールというレコテックさん、両自治体の課題解決に向けた衛星データ活用ということでアクセルスペースさん、地域循環型 GX ソリューションということでアイグリッドソリューションさんのプレゼンテーションがありますので、ぜひ皆様もですね、ご興味あるところ、ご一緒にやってみたいというところにのお話を聞いていただいて、その後、ディスカッションを深めていただければと思います。頑張る自治体へのイノベーション提案の交流会、皆様ぜひ充実した一日をお過ごしくださいませ、お願い申し上げます。どうも今日お集まりいただきまして誠にありがとうございます。